はい、どうもシャマです。ということで本日は7月29日秋葉原、暑いです。めちゃくちゃ暑いです。今日はですね、ポケモンカード最近大ブームです。うちの店エルドラードでもですね、ポケカ旧裏、昔の裏面です、いわゆる昔のポケモンカード扱うことになったんで、ちょっとね、秋葉のポケカ旧裏事情を調べようかなということで、本日なんとポケカがね、今年で25周年ということで、25万円分ポケカ旧裏お買い物の旅でございます。まずはね、この昭和通り口、いつもと風景違うと思うんですけども、クローブさんから早速買い物行きたいと思います。それでは行きましょう。ということで1店舗目クローブベースさんです。とにかく綺麗でした。そしてこの包装、箔押しが素晴らしいですね。買ってきたカードこちらです。ちょっといっぱい買っちゃいました。霞たけし、カツラ、ロケット団の罠、そしてエリカ、合計5600円分のトレーナーズです。ここら辺のね、カードを集めてコレクションするってもなかなか面白いんじゃないかなと思って、とりあえず全部買ってきちゃいました。ポケカ旧裏結構ありますね。当月4面分ぐらいね、ポケカ旧裏コーナーがあったんで、旧裏好きな人は結構行ってみると面白いかなと思います。では次の店舗に移動します。ということで2店舗目はビッグマジックさんです。ラジオ会館の9階のお店ですね。ここもね、よーく見たらね、旧裏がなんかすごいちっちゃいショーケースに1段だけありました。ここで買ったのがですね、こちらです。ワンリキーってね、48円のためにショーケース開けさせちゃったの申し訳ないけど、これね、めっちゃ強かったんですよ。当時桁繰りで21円で出せるってところがね、かなりガチポケモンで、 HP がね、人出番と違ってね、10多いだけでね、これ人出番に勝てるんですよ。当時結構人気だったイメージがあります。続きまして、ラジオ会館のね、6階にありますイエローサブマリンさんですね。ショーケース3個分ぐらいありましたね。結構キューラ多かったイメージです。ここで買ったのが、はい、こちらです。初版のエネルギーリムーブ。初版っていうのはここの下にね、あのマークがないやつを初版っていうんですけども、当時トレーナーカードっていうのが一旦に何回も使えたんで、これはあの連発しまくってね、相手のポケモンを再起不能にするっていうことがよくありましたね。昔のルールだったらかなり強かったカードの一つです。次、カードラボ10周年らしいですね。なんか特別な紙に入ってきました。ここはね、1階にあるところです。ラジオ会館の1階にあるめっちゃ目立つところですね。ここもなんと旧裏がですね、7月から買い取り始まったと思いきや、全部で2名あったんで、さすがって感じです。ここで買ったのがちょっとお高い商品、悪いリザードンですね。リザードンってもともと目つき悪いんだけど、さらにね、こうギロッと見てて、この後ろ姿で睨んでるってところがね、この悪いっていうのをね、まさに表してますね。綺麗な状態で手に入ったんですよ。だんだん旧裏人気出てきてね、こういう綺麗なやつからなくなっていくと思うんで、今のうちに買えたのはラッキーでした。ということでラジカンを離れて次の店舗に向かいたいと思います。お次は皆さん大好きマンダラケです。カード売ってないと思って素通りしたって人多いんですけど、わりかしね、昔のカードだったら置いてます。というか旧裏に関してはですね、ポケモンカードの新しいやつより多かったですね。ということで購入したカードがこちらです。バリアードですね。これがね、結構波って書いてあるんだけど、状態めっちゃ良かったです。多分割と厳しめにつけてるんで、状態いいカード集まってる感じがしましたね。このバリアード30以上のダメージを受けないみたいなノリがあるんですけど、これがね、ひたすら硬すぎてね、当時バリアードに何回も助けられたし、これのせいで負けたイメージがあります。キューラーの中でも強力なバリアードを手に入れました。お次はサイドローダー入りです。ということは高額カードですね。お値段なんと 12,500 円ということで割と高めです。ドラゴンスター秋葉原店さんのこちら9コンですね。9個の初版バージョンです。能力としてはあんま強くなかったのかな、なんかあんま使ったイメージないんですけどね。さすがに結構傷大きかったんですけど、初版はね、傷とか言ってらんないんですよ。あんまり数が少なくなって見つからないんで、欲しいカードだったんで、こちらコレクションとして買いました。残り半分ぐらいですかね。また探しに行きます。はい、ということでちょっと一旦休憩です。秋葉今全部で40店舗近くカードショップあるんですよね。今回回るその旧裏取扱店って最終的に多分10店舗ぐらいになると思うんですけど、ポケモンカードのまずショーケース自体が昔より占める面積が増えてて、他なんか少なくなったのかな、なんか遊戯王とか見てる感じそんな変わらない気もするんですけど、とにかくポケモンのショーケースめちゃくちゃ増えましたね。あとはポケカー使ってない店が急に扱い始めたりだとか、ブームは来てるなって感じします。個人的にもやっぱ旧裏はポケモンカード GB でたくさん遊んでたんで、エルドラードでも扱いたいですね。ポケカ旧裏熱くなってるようであれば、うちでも取り扱い検討したいと思います。 B 本舗秋葉原店さんにお邪魔しました。 B 本舗さんはね、大阪のお店でね、今年できたお店ですね。ポケモン旧裏取り扱ってました。
はい、購入したのこちらです。カイリュウですね。ポケモンカード GB の付録で付いてくるカードですね。私の記憶だと2年前まで200〜300円でこう結構たくさん落ちてたのが、今ではプレミア価格ついてますからね。これやってた身としてはなんかちょっと嬉しいです。ということでまた次の店舗に行ってきます。はい、ということで秋葉原の中でもね、旧裏の取扱数トップ3に入るお店、駿河屋秋葉原店さんです。なかなかの高額カードですね。こちら GR 弾のミュウツーです。カイリュウあったと思うんですけど、カイリュウが1の付録、これあの2の付録なんですよね。カイリュウは結構多分出回ってるんですけど、 GB2 がですねあんまり売れてないっていうこともあって、このミュウツー結構珍しいです。結構綺麗だったんで良かったなと思います。これちょっとね技見てほしいんですよ。悪い増幅っていう技、悪いポケモンがいればいるほどダメージ強くなるみたいなやつで、いかにもねこの GB2 のテーマ、ちょっとロケット弾がこう出てきて割とねダークな感じの雰囲気なんですよ。ゲームのテーマに合ういいカードだなと思います。ということで残り2店舗ですね、遊びじゃないね次の店舗に買い物行きたいと思います。ということでみんな大好きオタチューさんに行ってまいりました。ここはね遊戯王とね、ポケカという私がちょうど欲しいね2つのカードを取り扱ってて、しかも値段が安い、本当におすすめです。3枚買いました。サイドローダーのカード3枚買いました。まず1枚目がこちらリザードンですね。結構ね綺麗でしたね。お値段まあ2万5000円って割りかししますけれども、お買い得って言っちゃったらあれだけど消費者に優しいです。はい、次が不思議花ですね、こちら1万4000円です。はい、次はこちらでしょう、カメックスですね。こちらが12000円、合計5万1000円でね、こんなに綺麗な1996年産のカードが買いました。もちろんさすがに初版だとねこれの10倍ぐらいの値段するんでちょっと買えなかったんですけど、在庫量もね結構多かったです。旧裏のショーケースだけで1個あって、ネオのショーケースで1個あって、 V のショーケースで1個あったかな。すごくあの在庫量豊富だなって感じました。では最後、最近話題のカードショップハレ2に行きたいと思います。はい、ということで本日最後はポケモンカード専門店ハレルヤ2、行ってまいりました。予算もね結構あったんでね、どでかくボンと使おうということで、こちらの商品購入いたしました。最後に買ったカードがこちらです。ドン、光る恋キング。こちらいろいろバージョンがあって、ポケモンカード E とかね、ちょっと枠が違うバージョンとか、あとまあポケモンカードファンクラブの白押しバージョン、そっちはね多分今100万ぐらいするのかな。エルドラードもね移転するにあたってポケカ旧裏を扱いますので、ちょうどお値段的にもいい感じで、まあ縁起のいいね、光る恋キング買ってみました。でですよ、あの今ハレルヤから出て5秒ぐらいのところにいるんですけど、この裏の灰色のビル、はい、こちら10月上旬頃オープンするチャマ株式会社であるメイド喫茶です。メイド喫茶予定地です。内装とかあのバタバタ入っちゃってるんでね、まだあんまり雰囲気わかんないと思うんですけども、そちらもオープンしたらこのチャンネルもしくはツイッターの方で告知させていただきたいと思います。遊戯王でやってほしいとかね、電話でやってほしいとか、いろいろリクエストありましたらコメント欄にぜひよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。チャマでした。さよなら。